はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。ゲームで、ハウカカニを目指す。サンゴシャ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 はい、というわけで私です。行きましょう。ね、これが上がる頃にはバージョンが変わっちゃってると思うんですけど、まあ言うてこれね、新しいバージョン仕様にはなってるんですけどね。これはバージョン 1.05A の動画ですね。はい、っていうことで、はい、私のやつは五枚警告 WithGo で、お相手の方っていうか、この方とはね、3戦目になるんですよね。1戦目は相手の方が勝って、2戦目は私が勝って、3戦目ここですね、重要です。で、相手の方は、まあ、賞金わらです。はい、孫作わらとは言いませんね、私はこれ。それもこれ賞金わらです。で、昇格戦にはなるのですが、いやー、どうもやっぱやりづらいんですよね、この方というか、このデッキ。まあ、例によってしたら、やっぱ、笑相手に1戦目ちょっと果敢に攻めたんで、ここはね、てか、やっぱさすがに攻めらんないんで、まあ、場内スタートだと。で、まあ、いつも通りの配置ですね、とりあえずはね。はい、しっかりと、序盤は勝利できるよ。孫作やばいところで一回逃げようか。修繕当ててもいいから逃がす。OK。あぶねー。これも、ちょっと挑戦ぬるいな。ここは、数値に追い打ちかけるぐらいがいい。あー、これは孫作がこれ取られちゃうね。まあ、しょうがないですね。マンスルーですね、マンスルー。しょうがないですね。まあ、ここは逆に、集体が向上取れればなるほどね、ここで。で、相手のまあ、数値倒しの。いやー、でもきついな、これ。ナイラも取られるし、美味しくないですね、開幕としては。まあ、これは意地でもちょっと開幕もあれですね。あー、出たー、出たー。これ意地でもだから、ちょっと孫作がね、もうちょいうまくいけばね、まあ、開幕ね、あれですよ。あれっていうか、あれ孫作死なせちゃったっけ。あー、いるよね。孫作が勝敗を叩いてでもいいから、これはガッツリと早く持っていきたいところ。いや、しかしちょっとね、美味しくなかったな、開幕。ちょっとやっぱ集体があれか、捕まってたのが勝況に集体が捕まってたので、やっぱその分の兵力的な話。ここほんと城の守りさえいれば、李確に孫作が捕まることなかったんやけど、足を引っ張るな。孫作倒すことできないですね、これはね。私は死ぬ。まあ一発集体がとりあえず壁入れて、はい。で、これ多分孫作構造取れないけど、確かに。ああ、でもあれだったら孫作に突入れたかったかな。もしくはなんか矢倉に当たってる。それやったらなー、これは美味しくないですね。非常に美味しくない。集体も死んじゃう。いやー、実に美味しくない。この程度の傷で、まあまだこんぐらいだったらってのはあるんですけど、で、まあ、しっかり帰ってくるんで、まずは一回内乱取りたいところ。ライトネス止めて、やっぱ賞金がいるからあんまりライン上げられないですからね。まあ、逆に上げつっちゃうってのもありなんですけどね。いや、なんかすげえグホンかかんだな。やっぱり無駄死にしちゃってくないけど、ネバ自然知っている。なんかすげえ立ち回りが雑になってますね。なんかすげえなんていうか集中力のかけらもないというか、ひどいなこれ。さすがにね、同じ方と参戦も当たるとね、ちょっとね、うわーみたいになったりするんですけどね。それにしてもひどいな。いや、無駄にちょっと死なせすぎだな。ちょっと実際連環どっかで叩こうかなって気がしてるんだけど、それにしてもだよね、ちょっとぬるいですね、これは。危ね危ね危ね。これはしっかりとやることやっていきたいけどね。まあ、スーシとかもいるからね、あんまりちょっと叩きたくないんですよね、勝敗王とか。なので一応スーシとか倒してからって言いたいんだけど、ないしはワンチャンの家系とかちょっと狙ってたりする感じなんですけどね、これね。でもそんなんやってる間に死にそう、死にましたね。主人死なしちゃいましたね。やばいですね。ひどいですね。ロイヒーですね、これね。これはひどいですね。
しゃくれそうでぐらい強いけどね。で、また内乱取られそうじゃないですか。大丈夫ですか。取られちゃいましたよ。おいおいって感じですね。おい、ここで連冠？なんでこのタイミングなんでしょうね。相手の防具わかんないからな、これ。で、勝敗を叩くんだろうな、これ。あーっと、また相手の勝負。まあ、言うてですよね。いや、まあ、勝敗を叩くのは目に見えてるんだけど。叩くないの？相手も多分連冠だよね、これ。あ、違う、そういうか。だから逆にここで全滅させると結構飯うまなんですけどね。そしたら何で大体今日どこにしたのか。まあ倒しても、そしたらその後だよね、問題はね。まあまあ、処理はできるが。がしかしって感じですよね。足を引っ張るな。まあ、孫とかも倒せるし、相手の主力がだいぶ落ちてるから、まあ展開としては美味しいけれど、まあ俺が主戦だ。あ、これ孫作逃がしちゃったんじゃないこれ。ああ、なんかぬるぬるだな。倒したらよかったのにね。うわー、で、しかも挑戦帰るんだ。せめて塗った方がよかったんじゃないか。そしたら内乱ぐらいは取れそうなもんやけどね。シュゼン撃ても倒せそうじゃね。止めろー。あー、逃げられたー。美味しくねー。待ったのか。確かに相手の主力は減ったけど、これはどうだ。だいぶでもちょっと厳しいんじゃないかなと思うんですけどね。ショーってごめんね。しかも挑戦の兵力少な。これおいおい、何してー。ひどいなー、これはひどい。孫作行ってれば全然まだ良かったのになー。で、リカク行ったじゃないですか。で、ショーって帰ってくるじゃないですか。ですよね。孫作がここでいればなぁ、まあ言うてだけどなぁ、ですよねー、これ無理ですよ。いやぁ、下手くそやなぁ、下手くそ、ほんま下手くそですね、もうやだやなぁ、これはひどい、ひどいですー。でも賞金がまだ主戦打ってくれてないですね。もう、バカだ、バカだ、誰がバカだ、私です。いやー、なんで刺ったんやろなぁ、ちょっと確かに気負ってたんやなぁって感じはしますがね、でも全然。同じ時間じゃないですか。ワードイチで内乱取られそうじゃないですか。で、構造も取られそうですよ、これ。いやー、これはひどいなー、ひどいなー、ひどいなー、これはひどい。なんだこの試合は、とてもひどい。いやー、もう集中力のかけらもないですね。ちょっとうわー入っちゃった。もうひどいで、なんでそう、これしかもなんでこれ間違ったやつ。これせめて、勝敗を叩こうかなとか思ってたんですが、なんか男の人叩いたら、よくそうだ、相手がいたら士気がまだ溜まってなかったんですね。そりゃそうだって話ですね。はっはっは、一生懸命孫作の勝敗を叩こうとしていたんですよ、実は。はっは、士気が溜まってない。もう守ることもできないし、もう内乱今取られるし、もう無理です。まくれないです。ありがとうございました。って感じですね。無理です。無理ゲーです。無理です。孫作やりましょう。はい。いやー、ひどいです、ドイツ、いいです、ドイツ、いいです、いいです。これは、もう、なんていうか、ひどいです、反省会です、あかんですわ、無理です、どうしようもないです、すいませんでしたーってやつですね。いやー、いやー、結局、この方と参戦やって、一勝2敗か。いやー、集中力云々というか、まあそうね。とりあえず行きましょう。反省会。反省会だ。ひどいよー。これはひどいです。いやー、なんていうか、冷静にやりゃいいんですがね。この部分だってもうちょいだから。もうね、いいよ、柵なんかちょっと上げるぐらいの気持ちでよくて、もう集大もこっちに参戦しないと、武力的にきついんで、ねー、で、これもね、挑戦がね、数値も打ちかけるぐらい、ちょっとライン上げるぐらいしないと、まあ、まだこれ持ってるからいいんだけど、ここから放置になっちゃうんですよね。で、賞金に当てちゃったんだよね、これね。いやー、賞
金かい。でもまあそれでもなんで一応向上するかもしれないけど、これね矢倉に当たるじゃないですか。でそんなんしてたらね孫作の向上取られちゃうし、いやなんでやねん。確かに孫作がね一生懸命戦ってたからね、辛いのは辛いんですね。確かに周隊が消去で遊んずっと遊んでたから、それももったいないし、もうひどいんです。でこれで結局しかも逃げらんなかった、地に逃げらんなかったんだよね。シューテルも死んじゃうし、舞台死んじゃうし、塗られるし、最悪ですね。これだからもっと強気で行きたかったよね。でもね、孫作が孫作でした。いやこの孫作のだからアクションだよね。こうじゃなくてこうの方が強かったよね。少なくとも一番アクションぐらいできたかもしれないチャンスだったよね。いや立ち回りが本当にひどいですね。言っちゃなんですけど、かなりなんていうか、こう的なやつですね。ひどいです、これはとても。もうなんか集中力もかけらもないというか、なんというか。いっぱいになってますね。まあ実際同じ方と何戦も当たるとね、ちょっとなんかね、全国だとちょっとね、心が折れるというか。あんま中途半端でね、数値倒すなら倒したらよかったのに。いやーひどいです。俺もだからなんていうか、やるならやりきっちゃった方がよかったし、ねー本当にひどいな。なんか一貫性がないというか、すげえちょっとあんまデコマさんでも倒さないし、でも合うけど、ここで待ってもなー、タイミング悪いからね、しっかり帰っていっちゃうし。あれなんか孫作死なすやつとかあったっけ、どこだっけ。あおいおいって、だからみんな止めしようかな思ってたんだよね。待ってここで一応ここに数値がいるからこの辺に置こうみたいなね。いや別にでも長槍でもなんでもないのにね。で、どんどん落とされるし、いやー、ひどい。で、これもなんか、孫作とね、孫作の、そういう処方体で守るかなと思ったら、しっかり溜まってないのに、ついてなくて、結局、シュート叩いちゃうっていう感じになったりとかね、いやー、ひどいですね。だいぶもう、へたってましたね、こっちが。いやー、なんか、せっかくだからね、もう、昇格までやっちゃおうかななんて思ったのが失敗でしたね。実際ね、同じ方と2戦も当たった時点で3戦目もあるなとは思ったんですよ。だからもうね、そこで2戦目とりあえず勝って痛み明けですね、もう引き上げるかーぐらいの感じで考えときゃよかったのに、いやーあと1戦で上がるからーとか言ってね、もう眠くてヘロヘロな上にやっちゃうとこうなるという感じですね。欲張ってはいけないと。焦ってはいけない、欲張ってはいけない、冷静にしましょうと。そういう感じですね。はい。まあこうやってね、そう、せいてはことを損じるという言葉がありますが、まあそういう感じですよ。本当にリアルに、損じておりますね。はい。というわけで頑張っていきます。まあいつかこの方とは、まあどっかで当たるかわかりませんが、はい、リベンジさせていただこうと思います。はい、そんな感じで、じゃあお疲れ様でした。バイバイです。